びに安倍首相、そして福島県民の福島県知事、県で働いている政治家、本当に心からこの現実を責任を取るべきです。そうだ、今日はかなり寒いです。今マイクをバトンタッチして、そしてつなげたいと思います。こんばんは。寒い中皆さんありがとうございます。本当にこの寒い中、今福島から避難されている人たちがどういう思いか、ちょっとそこに立っている警察の皆さんも考えてみてください。ちょっと本当にこの声届けないといけないですね。そうだ、あれ首相って言ってくれたよ。今住宅支援を尽きるとされている福島の人たちが、この寒い中で自分たちの行き先をどういうふうに考えて、本当にどんなに辛い思いでいるかということを考えてほしいです。そうだ、好き好んで避難した人はいないんです。美しい福島、本当に生活しやすい福島、いろんな人に話聞くと福島ってすごいいいところだってみんな言います。私も時々福島に行きます。本当にいいところだと思います。自然がいっぱいでいいところです。そこを汚したのは誰ですか。そうだ、その責任があるのは誰ですか。当然だ、避難した人たちですか。国と東電だ。国と東電が原発政策を進めて、そして事故の時に避難させることもさせず、本当に本当にひどいことしてるから、しょうがなくて皆さん逃げてるじゃないですか。そうや、本土さんのお家すごい立派なお家ですよ。ものすごく素敵なお家、すごくいろんなもう工夫して自分でいろいろやってきた、そのお家私もネットで見ました。そんなお家を本当にはっきり言って捨てて逃げなければいけなかったっていう、その思いちょっと考えてください。皆さん今自分の家があって、その家が放射能に侵されて、それで逃げなければいけなくなったということ、もし自分がそういう立場だったらどうですか。今ここに皆さん、さっきの写真見てください。すごいいっぱいこうやってある、このこれが今ここにあったら、安倍首相ここにいますか。このたくさんのこの米軍パック、これがここにあったら安倍首相ここにいないでしょう。そういうところに福島の皆さんを返せって言ってるんですよ。そうだ、もし帰らないなら自分で金払えって言ってるんですよ。責任誰なんですか。好き好んで逃げたわけじゃない。どうしても子供の命守りたい、家族の命守りたいと思って逃げた人たちに対する、なんというひどい仕打ちですか。これが先進国と言われる国のやることですか。そうだ、本当に貧しい国であるベラルーシとかウクライナでも皆さん逃がしたんじゃないですか。なんでこのお金があるこの国がそういうことやれないんですか。そうだ、よくよく考えてください。今皆さんにチラシ配ってます。このチラシに載ってます、福島県立医大、この白い部分4棟の建物増設したんですよ。300億円かけて増設したんですよ。これ何のためやってるんですか。誰だって考えればわかるじゃないですか。福島医大こんなに増設するっていうのは、病気が発生するから、それに対処するためにこんなに増設した人がいないじゃないですか。みんなわかったじゃないですか。100万人に1人と言われていたこの小児甲状腺がんが、30万人の検査で183人も出てるって異常じゃないですか。そうだ、これが放射線の影響じゃないって言ったら、日本中の子どもたち調べるべきですよ。そうだ、30万人に183人出てるっていうことは、日本で異常発生してるっていうことを他にやらないじゃないですか。放射線の影響だと思ってるからやらないでしょ。そうだ、福島の人たちだけが法律が適用されていないっていう、この現実おかしいじゃないですか。そうだ、これをやってるのは国のいじめですよ。国がそういういじめをやってるからこそ、避難人たちがいじめられるんじゃないですか。そうだ、避難人たちは何の立場のことだけを言うんじゃないですよ。国がちゃんと認めて福島の人たちを逃がす、こういうことをね、依頼を増設するのもいいでしょう。でもそんな物持ってみたいなことじゃなくて、まず逃がす
にどけるっていうことを日本はどっちやってた、なんでそれをやらないんですか。本当に今の福島の皆さんの状況、自分のことに置き換えて考えてください。考えよう。今ここにさっきも言いましたが、女性された袋があったらここにみんないないですよ。そのことを考えてください。今私たちのこのチラシの後ろにも書いてありますけれども、本当に3月に迫った福島からの自主避難者の皆さんへのこの住宅保障の打ち切り、これは本当にこの住宅保障の打ち切りだけじゃなくて、先ほど話もありましたけれども、福島のもっと本当にいろんな避難しなければいけないところの人はもっとたくさんいますね。そして本当に本当にひどい被害を被っている浪江とかいろんなところの人たちも全て全て返していこうという、その一番最初のことに他なりません。自主避難者だけのことじゃありません。みんなのための本当に一番最初のことです。これを本当に反対させて、自主避難者への住宅保障の継続を求めていくという、そういうことをしていきましょう。そのためのデモを私たち来年の今年の3月4日やりますので、新宿デモ3月4日土曜日やります。ぜひ皆さん声かけてご参加ください。そしてその前ですね、そこに書いてあります2月11日福島の風評という言葉で、本当に実害があるのに風評という言葉にすり替えられて、そしてその実害を抑えて放射能被害というものがないかのようにしようとしている、風評という言葉で全てを押し立てようとしている、そのことに対する本当はどうなのかということを、大変な問題を今度の2月11日の土曜日に渋谷の光塾というところでやります。この案内がありますので、ぜひご参加ください。福島から先ほどからお話もありましたけれども、大人の甲状腺がも増えています。甲状腺がに流れた方が来てお話しされます。それから広野町の町会議員の安倍さんという方も来て、本当の現実のことをお話してくださいますので、ぜひご覧ください、ご参加ください。そしてからまた2月の15日の水曜日、子どもたち被爆裁判、私たちずっと応援しています。子どもたち被爆裁判の第9回の高等弁論があります福島地裁で、2月の15日、もうたくさんいろいろあるんですけれども、放射能被害のことについて真っ向から取り扱っている大変重要な裁判です。この裁判も、今のお話しされたお二人も原告になっていらっしゃいます。お子さんも原告になっていらっしゃいます。その裁判が2月15日の水曜日にあります福島地裁です。ぜひご参加ください。以上のこの案内をさせていただいて、そして、最後にシュプレヒコールを。じゃあちょっと、ご迷惑ありがとうございます。これで最後です。シュプレヒコールやりますので、よろしくお願いします。ちょっと適当にやりますね。じゃあ、シュプレヒコール。